えー、皆さんはですねあの、24歳の時に何をしてましたか <laughs> いきなりですけど、24歳です。24歳っていうと、大学を出て、まあまあまあ、人によってはまだ大学に行ってたり、あともう働いてる人もいっぱいいるでしょうね。あのね、24歳僕はブレードランナーを見た年なんですけども、1982年ですね、えー、7月ですあの。日本で公開されたの。僕は24歳になりたての時だったんですよ。 で、えー、その前の年ですか、1981年の夏にダイコン3っていうのをやって、オープニングアニメとかを作って、で、その次の82年の冬にですね、あの2月ぐらいかな、あの大阪の桃谷というところにですね、えー、ゼネアルプロダクツっていう、まあまあ SF ショップを開店してですね、まあ、人生で割と一番忙しい頃でした。で、えー、1982年の、ね、夏何してたのかと思い出したんですけども、多分ね、 あのー、オリジナル商品で T シャツとかを作るんで、東秀夫さんのところに行ってですね、えー、T シャツ用のイラスト描いてくださいと言ってたような時期だと思いますで、その時は僕はしょっちゅう東京に一人で出張に来ててで、新宿にあるですね、新宿の東口にあるスターホテルっていうですね、今までもある、まあ,、まああ,のあの、ビジネスホテルに泊まってたんですね。で、大体ですね、用事すぐ済んじゃうんですよ、東京来たら。まあ、東秀夫さんにコンタクト取って、あ、なんだろうな。 あの時間取ってもらったら大体あのおっさんは夕方をししあのなんか言うんですよね。あの昼高だからったら大阪に日帰りで帰れるんですけど夕方っていうふうに言われてしまってまあどうやってもあの東京に一泊しなければいけないというような感じになってたんです。でその時にまああのもう別に東京に知り合いもいないんであの歌舞伎町まで行って映画見て、まあ他にどこに映画館があるのかわかんないからとりあえず明かりに誘われるようにして歌舞伎町に 行って映画館に行った時にやってたのが、あの、ブレードランナーだったんですね。で、まあ見た時のね、感覚やっぱすごかったですよ。映画館で。なんの予備知識もなく、あの、スターログの新作映画の紹介程度で、もう5行ぐらいの記事しかないところを見てて、タイトルだけはしてたんですけど、まあショックすごいですよね。あの、昔ね、宮崎駿が、ええー、とね、渋谷でモスラ見たそうなんですね。モスラが、 あの、つぶら屋の、あの、モスラが初めて公開された時に、渋谷の映画館で見て、モスラって渋谷をぶち壊す話なんですよ。ものすごい精密に作った渋谷の街のセットをぶち壊す。で、それも、あの、今の怪獣映画みたいに、怪獣がこう立ち上がってビル街がこれぐらいっていうんではなくて、人間の高さよりでかいようなミニチュアの街を作って、それをも、も巨大なモスラの、あの、8メートルぐらいのモスラの着ぐるみがガーッと倒すようなやつで、 まあそれでまあ宮崎駿はあのオウムのイメージっていうのをつかんだというふうに言われてるんですけども。で、そのモスラを見た後で、あの渋谷の街出たら、今さっき映画の中で壊れた街がですね、周りにあるのを見て、もう本当になんか、何を俺は見たんだろうというショックになったらしいです。で、えー、僕もね、全く同じで、ブレードランナー見た後で、あの当時の歌舞伎町に行ったら、もう本当に同じ風景なんですよね。<laughs> で ああ、なんか自分の中でそれですごい特別な映画になったんですよ。